1号艇森永純選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、準優勝戦は堂々と逃げ切り優勝となりました。はい、今節は新しいプロペラからの戦いとなりましたが、はい、船橋の仕上がりいかがでしょう。まあ、最初、まあ、どうなるかなと思ったんですけど、まあ、このエンジンの初下ろしの時にミッドナイトで来た時の形にいきなりしてみて、で、まあ、そこそこ足来たんで、まあ、それでいってる感じです。はい、伸び出足それぞれの評価としてはいかがですか。それぞれなちょっとずついいかなと思うんですけど、まあ、一番いいところは、まあ、ちょっと重いんですけど押してくれるとこがあったんですけど、まあ、5日目はもう全然なかったです。はい、そうなんですね。準優勝戦はそのあたり修正できてましたか。そうですね、もう朝がひどかったので、もう思いっきり叩いて、まあ、ベースは変えずに回転だけ上がるようにして、もう不安だらけで行ったんですけど、まあ、なんとか、まあ、回転は上がってきて、まあ、なんとか逃げれたんで良かったです。はい、そうですね。はい、節間中の乗り心地などはいかがでしたか。まあ、4日目までは良かったです。はい、わかりました。はい、じゃあ優勝戦当日の作業ですが、何か考えていることありますか。まあ、気温とか湿度、気圧見て、もう多分僕は35度超えたらもうダメみたい で、 そうですね、もうエンジンも僕も本当もう倒れそうになってるんで。連日暑いですね。はい、もうちょっとそこだけがもうネックかなと思います。はい、ただ優勝戦はないだ夜の時間帯ですので、はいはい、なるべく冷えてくれることを望みます。わかりました。はい、さあ今節、スタートの見え方はいかがでしょうか。スタートは、まあ、最初ちょっと分かってなかったんですけど、まあ、ダッシュのスタートが見え出してから、内側のスタートも見え出したので、まあ、インから、まあ、普通のとこからだったら分かるとは思います。分かりました。はい、さあ優勝戦はトーチ3度目の優勝を目指す戦いとなります。はい、最後にファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、久々にチャンスだと思ってます。優勝できるように頑張ります。お願いします。